乃木坂の話題なんですけど、うんうん、アンダーのセンターが松尾さんに決まったぞっていう。おお。いやこれね、やっぱ松尾さん前回選抜選ばれて、うんうん、まあ選抜残ってもよかったんじゃないかっていうぐらい、うんうん、結構まあ目立ってたというか、右繰りの売り上げとかにはつながりませんでしたけど、はいはいはい、けどやっぱりその3列目の一番真ん中で、あやっぱスタイリーメンバーっていうのは目が引くなってことで、うん、だからまあもしかしたら残んじゃないかなと思ったんですけど、うん、でやっぱりなんだかんだお楽しい選抜だったんかなみたいな、やっぱ感じが強いというか、うんうん、定着には至らなかったって感じで、はい、まあでもやっぱりみんな言うんですよ、そのアンダーライブを見に行った人は、うん、松尾さんがやばいと、とにかくパフォーマンスがやばいと、うん、っていう意味で、だからやっぱりその、これもよくわかんないと思うんだけど、やっぱちょっとアンダーを象徴する一人っていう言い方はすごい良くないけど、はい、アンダーパフォーマンスを象徴するメンバーの一人になってきてるってところで、でだから前回選抜入ったのも、だからまあ本人もびっくりしたらしい、ファンも意外だったっていうかって言ったんですけど、で結局今回落ちてっちゃってたって中で、まあ、今回新センターって感じですね。うん、でまだ曲は出てないんですよ、うん、これからなんですけど、そのセンターフロントの両サイドが、中西春乃さんと小川彩さんってことで、まあ、3人とも千葉出身なんですけど、だからね、でこれすごいのが、あの中西春乃さんと松尾さんは同じ小学校なんですよ、へ、でしかも同じ図書院と、うん、だから中西さんの方が1個上なんですよね、うん、だからまあでも乃木坂の先輩は松尾さんの方が上なんですけど、うん、でさ、すごいこれやりづらい状況じゃないっていう、確かにそうだから、ま、中西さんからはね、ちょくちょくその松尾さんの話は出るんですけど、やっぱりその小学校時代から目立ってたと、うん、とにかくいやすごい可愛かったと。で松尾さん自体はなんか小学校の時代はそんな覚えてないらしいんで、うん、だから中西さんは覚えてたんですけど、松尾さんは中西さんがいたこと自体も覚えてなかったっていう。へでもさ、松尾さんからしたらすごいさ、年上に後輩がいて、しかもそれが学校のさ、うん、まあ、一個上の先輩ってさ、すごいやりづらいなと思うんですけど。確かにね。そう、だからこの二人のエピソードとかもっと絡み見たいなと思ったんですけど、うん、今回こういう感じでフロントに並ぶ形になって、うん、もうありがとうって感じ。運営さんありがとうございます。ね、まあ、だからこれを機にね、でもまあ、このこういう並びになったとしても結構気まずいと思うんですけど、うん、選抜一人は小川愛さん。だからね、まあ結構だから5期生も選抜入るの街みたいな。感じで、はいはいはい、やっぱ勢いがすごいから、うん、だから富里さんがね、まあ、あのフロントに来てもおかしくないんですけど、うん、まあ、多分これは今回の規制局で センターなんで、うん、バランスを取ってるというか、うん、って感じですね。だから今回のその曲も解禁はされたけど、メンバーの話をきっかけでやっぱりちょっとかっこいい曲らしいんで、うん、だからやっぱこれぞアンダーっていう感じの曲になるんじゃないかなっていう、うん、っていうのがやっぱだからアンダーライバーをやっぱそういうソリッドなパフォーマンスを求めていくって感じなんでしょうね、うん、曲的にもね、うん、毎回そうですけど。で、まあ、それとは別で、うん、今回千葉県のユニットがあるんですよ、千葉出身メンバーで。それはもう曲出てるんで、命の冒涜だったかな。おお、うん、これ結構でもね、なんかまあファンは好きだろうなっていうか、うん、なんかアニメの主題歌っぽいというか、うんうん、ロボットアニメの主題歌っぽいというか、僕の個人的な感想はね、うん感じで、まあ、なんですけど、まあ、それ聞いてちょっと思ったのが、なんか最近乃木坂ってやっぱ影ある曲ないなっていう、うん、少ないなっていう、なんか昔の乃木坂ってやっぱりなんか明るい曲でもどっか影があるような感じだったんですけど、うん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 、やっぱね、それなんでかってやっぱ欅坂ができたことがすごい大きいんじゃないかなっていう、はいはいはい、やっぱそういうのは欅坂に任せてっていうふうに徐々になっていったんじゃないかな、もっと重厚なっていうか、うん、まあ、スキマとかって曲もあったりとかして、あと私のために誰かのためにとか、うん、もうなんかそういう感じの曲が聴きたいなっていうか、線の太い曲、アレンジの曲が聴きたいというか、うん、もっとシンプルで、うん、一歩一歩の楽器を太くしてみたいな曲を聴きたいなって思ってたりとかするきますけどね、うん、地元で一緒とかってなかなか仲良くなりづらいから、うん、逆に近すぎて、だからそういう意味でも、まあ、ちょっと松尾さんと中西さんには期待してるというか、うん、いろんなエピソードが聴けたらいいなって思いますよね、うん、はい、というわけでちょっと短くなりましたけど、はい、うん、だからアンダーライブもすごい楽しみ、だから配信やってくんないかなっていうですね、うん、感じですね、うん、はい、というわけでちょっと短くなっちゃいましたけど、はい、ありがとうございました。